にちは。皆さん、最終枠がやってきました。2時間半ありがとう。プルパイさん、2時間半の太田村さん、こんにちは。皆さんこんにちは。サニーハイランドさん、タコありがとう。最終枠変に気負わず楽しんでいきます。ありがとう。コットンさん、ハートありがとう。アップルパイさん、誰もありがとう。ハニーハイランドさん、ハートありがとう。最終枠、じゃあ1曲目は35分から。初見だったことがあります。おはようございます。来てくれてありがとう。フジポンさん、こんにちは。ライブです。高井さん、レインボースターありがとう。おはようございます。サンダルもありがとう。アップルパイさん、ダルもありがとう。最終枠はカチューシャ、シンプルに来ました。おろしで。いよいよ最終です。こんにちは。最終枠楽しんでいくぞ。皆さん、最終枠楽しむ準備はできてますか？集まったら始めるね。花屋さん、初見じゃないよ。あ、テロップ。カチューシャ、最終枠。あ、タワー、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。最終枠、皆さん、おてんちゃん、かわいい、嬉しい。皆さん、ありがとう。まっちゃんさん、ハートありがとう。最終枠楽しむ準備できてますか？最後楽しもうね。最後にこう順位の入れ替わりが楽しかった。私もタオルありがとうございます。ああ、ありがとうございます。アップルパイさん、タオルありがとうございます。皆さん、最終枠ありがとう。最高の始めです。ありがとう。タオルありがとうございます。エリザベスさん、流れ星ありがとう。犬がちょっと掘ってるんですけど、気にせずに。めっちゃ聞こえると思うんですけど、ありがとうございます。ペット暴れてますが、ペットもペッタンも盛り上がってくれてるということでいいですかね。犬も最終騒いでます。騒ぎすぎ、騒ぎすぎです。ワンちゃんも応援してくれてる、そう思います。もう他の候補は気にしない、突っ走るだけかな。ペイデイさん、頑張ってください。66番、74番、ランキング1位、2位でタコラギフトでいけるから気楽に行きましょう。なるほど。インヌも応援してくださってます。こんにちは。もうちょっと集まってから1曲目始めますね。最終枠、いよいよ来ました。おてんちゃんのこと応援してくれてありがとう。こんにちは。ペットも応援してくれてます。ペットのペッタン、ちょっと落ち着いたかな。ありがとうございます。絶対 NMB48 に入りたい。皆さん、トロちゃんに会いたい。トロちゃんに、トロちゃんね、出演させようと思ったんですけど、出演一回したんですけどね、ちょっと邪魔するので。最終枠はおじさんさん、おてんちゃんを見つけてラッキーでした。もうその言葉が一番嬉しいです。出会えてほんまに幸せです。ありがとうございます。流れ星ありがとう。ラストスパート行くぞ。じゃあ、あ、最終枠に変えよう。ちょっと待ってくださいね。ありがとうございます。コキンさん、頑張ってね。ありがとう。虹ありがとうございます。じゃあ、最終枠の歌1曲目始めちゃっていいですか？
いいでしょうか。あ、え、変えたのに。もう一回編集します。今書いてます。絶対帰れた。じゃあこんにちは皆さん、最終枠のライブ楽しみにしてください。1曲目は今ちょっと選びます。選ぶというか決めてるんですけど、1曲目は雨上がりの空虹が出たよ、ありがとう。1曲目は行きましょう。1曲目はこの曲です。この曲を初めて劇場公演の映像で見たときは悔しくて涙が止まらなかったのを思えています。私も初日が迎えられますように。こんにちは。全力で走ったらそこにぶつかるだろう。ゆっくりと歩きながら先を急いでも間に合わない。バラの池求めようとするように自分だけ突っ走るしかない。ペットカンカルは誰もついてくるわけがないんだよ。この胸のどこかへ熱くなってきた。無性に叫びたい。強い衝動に駆られたように想いを膨らむ子前の前に僕が行かなくちゃ誰が行くというんだよ。もう気にしない勝手にスタートするぞ。放っておこう何も動かない奴らよ。新しい夜明けだ。世代交代させろ。少しだけ疑っても絶対に手を許さなかった。固くなに主張してた自分の意見は内部のようで、どれのりと語り合ったとこで問題は解決しないよ。満足させるには何か計算してるしかないんだ。このままじゃダメだ分かってるだろう。ルールに意味はない。ずっと気だって心の鎖今すぐ引き切り自由になろう。僕がやらなくちゃ誰も本気にならない。夢見たければ一人でアクセル踏むさ。置いて行こうか未来語れない奴らを外す。世代交代の時やる気のないものここを去ってくれ。いつから始めたい。どんな冷たい風が吹こうとひたすら前向いて進むだけだ。上を向かう
皆さん応援盛り上げてくださってありがとうございます。1曲目はジェネレーションチェンジでした。この曲を初めて聴いた時は、初めて踊ってる9期生さんが踊ってるのを見た時は本当に悔しくて涙が止まらなかったのに、今では全部歌えるようになってなるまで立ち直り成長したことが自分でも褒めたいと思います。パチパチありがとう。ほんまにありがとうございます。皆さん、初見さん、初見さん、はじめまして。 NMB48 10期候補生のおてんちゃんです。アイドルになりたいという気持ちは誰にも負けません。よかったらフォローして、最後の枠です。楽しませるのでフォローして応援してください。こんにちは。曲目ジェネレーションチェンジでした。私も9期生の皆、9期生の若ちゃん、ゆかちゃんに再会したいし、追いつきたいです。早く追いつきたいです。という思いを込めて、1曲目はこれしかないと思って、これを歌わせていただきました。初見なので自己紹介して。はい。NMB48、10期候補生のおてんちゃんです。おてんちゃんの由来は、9期生の時に10番をもらったから、そのままショールームで3回目使わせてもらってます。二十歳の身長は低くて148センチしかないです。スポーツ歴はバスケ、ダンス。好きな食べ物はサーモンとかチーズハンバーグとか焼肉、お肉とか、もういっぱい食べること大好きです。で、アイドルになりたいと思う気持ちは誰にも負けないので、よかったらフォローお願いします。最終枠です。最後見届けてくださると嬉しいです。どうかな、うまく自己紹介できたかな。シャアさん初見じゃないよ。10期生だからおてんちゃん、10期生だからおてんちゃんと縁があると、そう信じております。ほのさん、食べること好きなのも可愛い、食べること大好き、絶対10期生。白米さんもフォローしました、ありがとうございます。はるさんありがとう。あ、ベレー帽じゃないの、カチューシャなの。ベレー帽に見えるかな。シンプルにしました、今回は。最終枠で。高井さん、アルミさん、ハートありがとう。フォローありがとうございます、白米様。おてんちゃんズにようこそ。1曲目、ジェネレーションチェンジでした。じゃあ、どうしようかな。2曲目いきたいと思います。皆さん可愛い、嬉しい。じゃあ2曲目いきます。灼熱の砂浜、寝そべった水着ショー、海のその青さ、空まぶしみる散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んで、そばに過ぎて慣れてしまった、大事なものがここにあるよ。
光と影、ここが熱いかとか見当つかない、どれくらい思えば愛しさを形にして、あなたまでちゃんと伝わるの、友達じゃなく恋人じゃない、自由な距離さ、いつの日にかきっとわかるんだ、何さで一番可愛いか、当然私は自信あり、ない一白黒つけようじゃないか、夢の中でキスをキスを見よう。ありがとうございます。2曲目はなぎいちでした。 NMB48 さんに入ってなぎいち踊るのが夢です。絶対に入ります。ありがとう皆さん。残りおてんちゃんライブもまだか、まだあと2時間ありますね。2時間。修造さんこんにちは、フォローありがとう。じゃあ初見の方いらっしゃるので自己紹介何回もするんですけど、パチパチありがとう。 NMB48 10期候補生のおてんちゃんって言います。ふみさん NMB とかめちゃくちゃありがとう。コットンさん、ヒーローハートありがとう。プルパイさん、流れ星ありがとう。絶対に合格するのでよかったらフォローして待っててください。金とこありがとうございます。頑張ります。ありがとう。てんちゃん、今日はカチューシャでシンプルコーディネートです。ありがとうございます。たかひろくんさん、フォローありがとう。絶対 NMB48 に入るので、気持ちだけは誰よりも強いです。2曲目は、なぎいちでした。皆さんも次が何の曲か予想しながら見てください。最終枠楽しんでいくぞ。まみたさん、おてんちゃん、またまたこんばんは。こんばんは。はなさん、 NMB とかありがとう。ありがとう。カチューシャシンプルコーデです。けいさんこんにちは。なあさん、だるまありがとう。リフトも全部読めなくてすいません。めちゃくちゃ嬉しいです。盛り上げてくれてありがとう。まさはるさん、こんにちは。盛り上げていきましょう。大谷エミリさんに似てるね。あ、言ってもらいます。めちゃくちゃありがとうございます。なあさん、タコありがとう。ハートミさん、ハートありがとう。プルパイさん、ハートありがとう。マミターさん、ハートありがとう。皆さんの盛り上がりがすごい。
感動してます。絶対に劇場公演に出て、おてんちゃんずの皆さんと再会したいです。必ず初日を迎えます。約束。ライブ楽しんでくれてますか？皆さんありがとうございます。キラキラ星もありがとう。流れ星ありがとう。めちゃくちゃ楽しいです。おてんちゃんは。イエーイ。イエーイ。必ず大きな劇場で必ず活躍してください。ありがとう。必ず NMB48 になります。セフト流れ星ありがとう。ちょっと曲をね。じゃあ、まあ5分になったら次の曲いきましょうか。まだ話しましょう。カルムカクマンジュさん、初見じゃないよ。フォローありがとう。コメント、拾えな、全部拾えてなくてすみません。皆さんのことは絶対忘れません。最後まで楽しんでいきましょう。ケイチさん、はじめましてじゃないかな。ありがとうございます。アップルパイさん、ハートありがとう。さとしさん、こんにちは。おてんちゃんライブ開催中です。開催中です。ゆうやさん、最後まで応援するね。ありがとう。キラキラもありがとうございます。皆さん、ハートありがとう。花木さん、ハートありがとう。定型文コメントできるね。多分それですね。最後の最後は自分のために頑張るんだよ。頑張ります。ほんまに頑張ります。頑張るぞ。よかったらフォローお願いします。修造さん、ハートありがとう。これが泣いても笑ってもラストの枠です。楽しんでいきましょう。ここにだっておてんはいる。ここにだっておてんはいる。います。あ、さとこありがとう。じゃあ歌いますね。次の曲いきます。初めまして。愛のために
たくないんだ。ありがとうございます。ミラーボールありがとう。ユーティゼタさんありがとう。3曲目は北川賢治ですが、そうですね、歌っちゃおう。じゃあ次の曲はリクエストいただいてた曲なんですけど、1番だけ歌います。番だけなんですけど歌います。私の血が入っている曲でございます。ありがとう皆さん、楽しいです。ありがとうございます。楽しいです。タイムボムでした。タイムボム私も大好きで、この期間に練習したので一番だけでも歌えて幸せです。伝わるかな。ありがとう、リクエストありがとう。和田美優ちゃん、そう和田美優さん、去年のね、ちょうど、いや2年前のオーディションの時の好きだ虫の時にちょうどね、その合格して美優ちゃんと歌いたい、美優さんと歌いたいです。 NMB に合格したら髪の色を黒くします。もともと4月初めは暗かったんですけど色落ちしちゃいました。なあさん、タコありがとう。残り2時間です。あっという間に時間は過ぎるものです。絶対に合格してみゆさんとも会いたい。
タイムボムリクエストありがとうございます。はじめましての方にじゃあもう一回自己紹介したいと思います。 NMB48 10期候補生のおてんちゃんです。20歳で身長148センチ大型食べることが大好きです。あと歌とダンスも大好きでアイドルになることがずっと夢です。ショールーム審査は3回目の挑戦です。絶対に合格したいので応援よかったらお願いします。ありがとう皆さん。最終枠残り始まって30分ですね。次の曲はこれかっていうのがあるんですけど、来てくれてありがとう皆さん。コメント全部拾えなくてごめんなさい。アップルパイさんハートありがとう。ゆかちゃんさんこんばんは。喉ももう全然大丈夫。絶対に負けたらあかんで、絶対負けへん。花木津さんピカピカありがとう。 AKB 卒業研究生黒にしますよ。もともと黒髪の方が好きなんですけど、色落ちしやすくて。流れ星ありがとう。最終枠おてんちゃんライブ3曲目タイムボムでした。4曲目かタイムボムでした。じゃあお礼配信待ってんで、もちろんエリザベスさんハートありがとう。ムミタンさんダルマありがとう。お礼配信で会うためにみんなフォローお願い。メタルさんフォローありがとう。お礼配信で絶対に会いましょう。お礼配信泣いてしまいますよほんまに。そこで嬉し泣きを、もう次はね落ちる悔し泣きじゃなくて嬉し泣きをしたいと思います。アップルパイさん私がです。嬉しい。皆さんで嬉し泣きしましょう。約束絶対です。皆さんで嬉し泣きしましょう。一旦飲み物飲みます。トリトンさん頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。よし、じゃあトリトンさん NMB とかありがとう。また絶対会おうな。約束。880さんみんな泣くのは劇場立ってから。そうやで、劇場公演に立ってから。そうやで、約束やで。まだまだおてんちゃんライブは続くので、まあゆっくり見ていきましょう。シンプルコーデ。最後ねリボンのカチューシャが迷ったんですけど、シンプルにしてみました。ゆうさんこんばんは。よしーさんこんばんは。みなさんこんばんは。5曲目も楽しみ。5曲目は一回歌えなくなった時もあった曲なんですけど、5曲目は私が AKB48 18期生ショールームのオーディションの時に通過させてもらって、 AKB18 期生さんのオーディションで歌った曲でもあり、自分の小さい頃からずっと聴いていた曲です。一時期はオーディションに落ちたトラウマからこの曲も聴けなくなってしまったんですけど、今はこうやって楽しく歌うことができるようになった、そんな曲です。大好きな曲です。じゃあ5曲目いきます。
がとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。5曲目は AKB18 期生さんの時に歌った、踊った言い訳メイビーでした。マイク遠い、どうしようかな。こっちで歌いましょうかね。マイク遠いですか。ありがとうございます。イヤホンで歌おうかな。イヤホンで歌います。ありがとうございます。来てくださった方、残り2時間を切りました。あ、コメント読みのとき一回イヤホンで歌います。初見の方よかったらフォローしてください。1位、今1位もらってます。ありがとうございます。高井さん、キラキラ流れ星ありがとう。ギフト全部見えてます。全部読むことできなくてごめんなさい。ありがとうございます。ブルパイさん、ありがとう。うわ、流れ星ありがとうございます。まだ時間はあるのでゆっくりゆっくりねしていきましょう。デンちゃんライブはまだあと1時間半もあるので、マイクちょっと一旦こっちで歌ってみようかな。プルパイさん、流れ星ありがとう。この曲も一時期は聴けなかったんですけど、しオーディション中もメンタルにちょっと限界が来た時に、配信見てた方に申し訳なくたんですけど、歌えなくなった時あったんですけど、復活して歌えるようになってよかったです。シャンさん、こんばんは。なんかほんまにそういう心の傷とかって時間が解決してくれるの時もあるんだなって思います。だからなんかどんだけ悲しいこととか悔しいことがあったとしても、絶対に諦めずに頑張りたいと思います。頑張ります。ハートありがとう。 AWS さん、ダルマありがとう。ヨウさん、ハートありがとう。花木さん、お天ロスになる明日から、私もロスになります。毎日してたから、毎日毎日ね、毎日配信してたのでめちゃくちゃ寂しいです。フラワーちゃん、ハートありがとう。そう、会えるのが逆に楽しみっていうことで、会えるのがすごい楽しみです。会えることが楽しみすぎて大丈夫です。皆さんに、また絶対会えるから、絶対に会えるから会いましょうね。劇場公演で初めましての方にもう一度自己紹介したいと思います。ヨッシーさん、絶対に無理はダメだよ、そして一人じゃないからね。ありがとうございます。そんな言葉がほんまにショールーム審査にもう一回勇気出して参加してよかったなって思わせてくれます。 NMB48 10期候補生のおてんちゃんです。よかったら、よかったらフォロー待ってます。待ってます。待ってます。
ひよさん、ハートありがとう。うん。てんちゃんライブはまだまだ後半戦も続きますので、楽しみにしててください。あいちゃん、まだ早いよ。まだまだ。あと1時間と45分。まさひろさん、ハート。ハートありがとう。あ、プルパイさん、流れ星ありがとう。ハートありがとう。まだまだ1時間45分あります。1時間45分で。寂しいけど、まさひろさん、ハートありがとう。ハートの念だ。ありがとうございます。ありがとう。わあ、ありがとうございます。みさんもありがとう。わあ、ありがとう。まさひろちゃんもずっとついてきてくださって、待ってくださって、ほんまにありがとうございます。ゴールデンハート祭り、ありがとう。赤毛太郎さん、ひねぶりとかありがとう。わあ、嬉しすぎる。ゴールデンハートありがとう。ありがとう、むさひろちゃん。アップルパイさん、流れ星ありがとう。キーハート祭り。うん、ありがとうございます。てんちゃんのことずっと待っててくださった皆さん、むさひろちゃんもずっと待ってツイートしてくださって、ほんまにありがとうございます。よし、じゃあ、さっちさん、流れ星ありがとう。次の曲行こうかな、どうしようかな。遅くなりました。まさひろちゃん来てくれてありがとう。次の曲は結構思い入れの深い曲なんですけど、行こう。思い入れの深い曲なんですけど、覚えて、思い出すと思うんですけど、歌ったら去年の18期生さんの時に最後に歌った曲なんです。だから絶対にセットリストに入れようと思って入れました。ハゲ太郎さん、レインボースターありがとう。プルパイさん、ダルマありがとう。名古屋さん、ハートありがとう。
久しぶりのリップグロスでした。懐かしい曲やと思います。覚えてますか？覚えてますか皆さん。初見です、来てくれてありがとう。久しぶりのリップグロス、懐かしの曲でした。そう、最後に歌った、めちゃくちゃ絶対入れようと思って。覚えてます、ありがとう。ちょっとマイクの充電が切れそうなので、こっちで歌おうと思います。かけれるかな。本当にそう、久しぶりのリップグロス、あれを、あのオーディションも乗り越えて、また新たに強くなれました。かけれるかな。これで聞こえますかね。あれ、ちょっとかけます、耳に。ほんまに懐かしい曲でした。影太郎さん、また後ほど。聞こえる？めっちゃ聞こえる？よかった。これで歌います。よいしょ。ちょっとマイクが充電長くなったので、マイクは持つだけにして歌います。そう、久しぶりのリップグロスのあの景色はずっと忘れられんくて、ずっと覚えてます。皆さん、あの時も、あの時からおてんちゃんのこと忘れずにいてくれてありがとう。でもあきらさん、やっと仕事終わってこれた、いらっしゃい。おてんちゃんズライブ開催中です。ちょっと話しつつライブ進めていきます。あと1時間半か、あと1時間半ですね。だるまありがとう。あと1、次の曲はこれなんだけど、結構まだまだ時間に余裕があると思いますね。まだ1時間しか経ってないので、話しつついきたいと思います。今日もまた思い出の光景になるはず。次こそは思い出の光景で終わらせずに、絶対オーディションに、じゃあ受かる。M アキラさん、タコありがとう。とマイクは落とすなおだから、マイクじゃないんですけど、これなんですけど、持ちながら歌いたいと思います。タコありがとう。久しぶりのリップグロス聞いて、ちょっとあの時を思い出しました。18期生の時はオーディションショールーム、あの時も2回目するか悩んでいて、おてんちゃんって名前でするかも悩んでいて、やけどツイートして、ハッシュタグおてんちゃんで、うん、ツイートしてくださる方がいて、 NMB9 期生がお披露目発表された時にツイートしてく、おてんちゃんがいないって
悲しん一緒に悲しんでくれる方がいて、それを見て私も泣いてしまいました。ほんまに嬉しくて悔しいのもあったけど嬉しくて、てんちゃんもあれ泣いてしまいました。ハッシュタグてんちゃんのツイートはめちゃくちゃ見てるので、よかったらまた更新してくださるとめちゃくちゃ喜びます。でも次は絶対お披露目で会えると信じてますので、誰にも負けないからね、誰にも負けないです。気持ちは誰にも負けないです。絶対に絶対に負けたくないし負けないです。ひよぴさんの後もやはり気になっていました。私も自分で発信することができなかったのですごくもどかしく思っていましたし、かといって難しいですけど、あ、ハートありがとう、富山勝西と富山さんハートありがとう、なんかありがとういっぱいハート、ハートいっぱいありがとう、なんかもう諦めようって思ったこともあったんですけど、18期生さん終わった後に私アウトオブ48とかも受けて400万ポイントね、おめでとうありがとうございます。嘘、ちょっと今確認していいですか。わあ、ありがとうございます、信じられないです、400万、信じられないです、ありがとうございます。久しぶりのリップグロス聞いたら、私はもうずっとあの18期生さんのオーディションのことを思い出して、なんか青春やなってすごい感じます。まだまだ時間があるのでゆっくり行きたいと思いますが、じゃあ次の曲はちょっとマイクなしで歌うんですけど、すいません、マイク充電ないのでもう切っちゃいますね。バイバイって言います、マイク切ったら。バイバイ、バイバイって言った、マイクが切れました、ちょっと充電切れちゃったのでこれで歌います、これで歌いたいと思います。そう、マイク生きてるんですよ。あきちゃんハートありがとう。じゃあそう、マイク喋るんです、ちょっともう音出ないんですけど、まあハプニングでも対応ということで、これでも聞こえるかな、皆さんに声、マイクバイバイして歌いたいと思います。じゃあちょっと水分補給一旦、そう聞こえやすいように、そのラジオ配信だからマイクを用意したんですけど、結局こう皆さんとこうやって対面で話すことできてほんまに良かったです。マイクも専用ですが、ちょっとマイクなしなのでちょっと聞こえにくくなるかもなんですけど、ごめんなさい。じゃあ次の曲は可愛い曲です。可愛い曲いきます。聞こえるかな？持つけど。あ、聞こえる。6曲目は
りするの。ワルテン筋肉を触らせてよ。どれくらい硬いの。女の子には興味津々。たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのか。ワクワクしてるわ。上腕にドキュンってセクシーだね。これを持って男らしいマッチョがタイプよ。でも本当はそんなことないけど、じっと見つめ育ててあげなきゃ。何にも釣れないわ。こっちが頼むんじゃなくて、やらせてくれって頼まれるワルテン。筋肉に抱かれたいの。いつの日かどこかで私のために頑張って。筋肉に抱かれたいの。折れるくらい強く骨が熱くなるよ。腹筋だって割れてるし、これも持って。ありがとうございます。ワルテン。髪をかき上げながら試すように反応見るわ。ワルテン。女の子には興味津々。たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのか。ワクワクしてるわ。上腕にドキュンってセクシーだね。全部持って8曲目はワルテン、ワルキーでした。慣れてたかな。イエイ、ありがとうございます。こっちのが聞こえやすいかな。ワルテンでした。ありがとうございます。ワルテンでした。これも18期の時から歌ってましたね。懐かしい。タロさんファイトありがとう。頑張ります。あと1時間半を切りましたね。でもまだまだ時間に余裕があるので。ゼルちゃんさん、ただいま戻りました。おかえり。転生したら犬じゅうになった。ケイさん、こんばんは。皆さん、ギフト、応援、キラキラ星、コメントたくさんありがとうございます。マルテン最後まで頑張りたいと思います。ちょっとじゃあちょっと話したいもしましょう。最後は歌う、最後の方にまた歌うので、少し話タイム。ほんまにこの9日間かな。今日で何日間ですかね。今日でマイク充電してね。ありがとう。マイク充電しときます。白米様、だりおし、和田美優さんと弥生さんが、宿井様気になってます。アップルパイさん、流れ星ありがとう。9日間か9日間。しるちゃんさん、ありがとう。9日間、ほんまにほんまにありがとうございました。すごい寂しいです、終わるのが。でも次こそは絶対劇場で会えるので。トータさん、ハートありがとう。
とまた会えるから寂しくないです。3度目の正直。タカさん、こちらこそありがとう。感動します。ほんまに皆さんのおかげです。楽しみにしててください。絶対に会いましょうね。あ、皆さんありがとう。なんかこのね、幸せな時間でした。嬉しい。わ、金色ハート皆さんありがとう。えゆいちゃん推し負けません。私も今から待ちに待ったお天の順番がやってきますよ。嬉しい。青春公演かな。ゴールデンウィークの予定はオーディションの練習です。全部私は本気なので、今度こそおてんちゃんの順番が来ると信じてるし、そうそう、青春公演めっちゃ見てて、そう、研究生で会える時間が近づいてるだけだから、はやとみさんありがとう。いつもお披露目になんかおてんちゃんのこと、いつもおてんちゃんのことお披露目に、他の候補生と話した、まだ話してなくて、話してみたい人はいっぱいいます。おてんちゃんがいつもあのいなくてごめんなさい。お披露目に、おでんじゃないよ、おてんちゃんがいつもお披露目にいないですじゃない、いなかったじゃないですか今までは。今回はお披露目にいますので。ヤッホーさん、誰と話したいですか。なんか言ってくださってたんですけど、リボンちゃんとかなんか同い年やし、もうなんか今までオーディションもいっぱい受けてきたって聞いて、同じ気持ち共感できるんじゃないかなと思って話してみたいなと思ってました。セルロさん、やっと落ち着いた。おてんちゃんの配信ラストまで見届けます。セルロさんありがとうございます。おてんちゃんがいつもお披露目の時にいなくてごめんなさい、もおかしいけど、今まではいなかったけど、絶対次のお披露目にはいる、絶対いるように。おてんちゃんも頑張るので、皆さん信じて待っててください。信じて待っててね。次のお披露目ではおてんちゃんの姿がありますように。さかなさん、タコありがとう。会いたいよ花木さん、ハートありがとう。10期生として、そう、おてんちゃん順番待っていただけ。タコが歩いてた、かわいい。そう、10期生として、そう、10期生やったから、初めに10期生になるためにおてんちゃんって名前をいただいたのかななんて思ってます。なんか運命的なものを感じてます。勝手にね、勝手に運命的なものを感じております。勝手にね。あと残り1時間、全然時間はあるので、ライブ、ライブ始まってから1時間経ったかな。どうですか皆さん、ゆっくり。ちょっとね、めっちゃセットリストが結構余裕がありそうなので、一曲一曲ゆっくり歌っていきたいと思います。マイクはちょっと充電してるんですけど、多分一回切れたら長く使えないので、このままいきたいと思います。大大さん、10期生一番乗りで選抜 入りしそう。その、その、やる気はある。未来で待ってる。未来で待ってて。アップルパイさん、流れ星ありがとう。絶対、いつもお披露目にいなくてすみません。次のお披露目では、最終セレクションまで行って、絶対におてんちゃんが、お披露目に、お披露目の舞台に立つ側になるから、毎回お披露目を見ては、もしか、あ、スクショ。ちょっとマイクしてておかしいんですけど。マイク一回つけたらちょっと、ごめんなさい。マイクついたままで。外したらちょっともう一回やらないといけないので。次のお披露目には、絶対、いるからね。
もう皆さんの全員の気持ちを背負って、まさひろさん、今までの経験はここにつながってます。ポジティブに考えるという成長、ほんまにその時はね、落ちた時は頑張った意味なんかなかったって思ってしまったこともあったんですけど、意味あったなって、このショールームに参加したからこそ思いました。皆さんほんまにありがとうございます。じゃあ次の曲いきましょうか。マイクはないんですけど持って歌いたいと思います。セットリスト確認します。次はこの曲だ。この曲は去年2022年に NMB48 さんのオーディションを初めて受けた時にのライブのテーマ曲で、歌詞も大好きな曲です。聴いてください。ライブのテーマ曲というか、その時のライブのテーマ曲だ、ライブの初めの曲だったかな。全ては NMB に繋がってたんだね。そうです、絶対そうです。虫、何かがピンときて、不意に泣き
すぐにまた会いたくてしょうがなくなる。さんのことが好きだむし好きだむしすぎる好きだむしです。好きだむし、この曲も大好きな曲です。ありがとう。どんどん終わりが近づいてきたけど、まだ1時間あります。でも最後皆さんとちょっと話す時間も取りたいので、そうですね、45分ぐらいには歌を終わりたいと思います。好きだ虫、好きだ虫だよ。ありがとう皆さん、ライブを開催させてくれてありがとう。なんかすごい自信に満ち溢れてる感じを天ちゃん、すごい嬉しい。皆さんのおかげでこの期間また自信を取り戻すことできました。ドイキさん、こんばんは。皆さんのおかげで自信を取り戻すことできました。ありがとうございます。シェアツイートで配信ツイート拡散しました。ありがとう。いいですね、笑う角には福来る笑顔ですよ。最後まで笑顔で頑張りたいと思います。頑張るぞ。じゃあどうしようかな、あとどうしようかな、ゆっくりまあ歌いますね。こんばんは、トトさんフォローありがとう。メタバース武道館ライブのこの時間最高。メタバース武道館ライブだ、ありがとう。ペンライト、しるちゃんさん、ニーカもみんな配信してて、その自信で最後までやりきりましょう。最後までやりきりましょう、やりきりたいと思います。絶対に合格してアイドルに NMB48 に入りたい。もうその気持ちは誰も負けへんで、頑張ります。じゃあどうしようかな。トトさん NMB 投稿ありがとうございます。次の曲、まあちょっとまだ時間あるかな。ありがとう。まだあと45分ぐらいライブ終了までありますので、ゆっくり行きましょう。おてんちゃんライブに来てくれて皆さんありがとう。ほんまにこの期間がもうあと1時間ちょっとで終わると思うとめちゃくちゃ寂しいけど、でも絶対にね、また会えると信じていますので、っていうか絶対会う、もう約束、約束やで。てるるさんハートありがとう。さとかちゃん星レインボースターありがとうね、かわいい、ありがとう。おてんちゃんなら行きますよ、絶対最終セレクション行って、もう絶対合格、会えると信じてる、嬉しい、約束や。ほんまにこんなに応援してくださる方がいる、自分の夢を一緒に応援してくださる方がいるってめちゃくちゃ幸せなことやなって思います。おてんちゃんから世代交代です。いやいや、ブルファイさんハートありがとう。じゃあ次は、次も NMB48 の曲なんですけど、この曲は NMB48 の国歌と
言われてる曲です。じゃあいきます。こっかです。ひとりちゃんもいつか劇場公演に立ったりライブに立ったりしてこの曲歌って踊りたいです。最終セレクションこの曲だとしても頑張ります。との約束を忘れたわけじゃなく、バスケの練習で遅れてしまったんだ。彼女を待たせてるからなんて言い出せやしない。過去を出て駅までの道、あ全力疾走、 Go 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 青春のラップタイム、悲壮みたいに息を切る。でも巻き返そう、たった一つの理由は好きだから。ありがとうございます。ダボールダボール、ありがとう。皆さん音符ペンライト流れ星ありがとうございます。携帯かけるより渋滞のバスより、君が待つ場所まで走る方がいいさ。夕日が落ちる直前の空はため息の風が吹き、予定のずれた今日の事情を、ああ忘れてくれる。 Go 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 青春のラップタイム、自己ベストだよ。陸上部からスカウトされるかもね。愛が僕を好きだから。8曲目かな。8曲目は青春のラップタイムでした。一つの理由は好きだから。ありがとうございます。絶対劇場公演の舞台で青春のラップタイム歌えるように頑張ります。
ありがとうございます。絶対歌えるように頑張ります。ありがとう。おてんちゃんライブも終盤でございます。終盤となってきましたが、皆さんまだまだ盛り上がる準備できてるか。イエーイ。本当にあと1時間でちょっとの間皆さんと会うのは最後となってしまいますが、はーい、嬉しい。あと1時間でございます。できてるぜ、イエーイ、ありがとう。ちょっとあの瀬戸り見ますね。なるほどなるほど。イベント終了まであと1時間、1時間でございます。今から少しずつ寂しい気持ちになっていきます。最後の勝負ですね。2位はお進行来てるけど、このままカラオケ盛り上がっていこう。カラオケ盛り上がっていきましょう。じゃあ次は次の曲行こうかな。行きますか。おみこし、ごめんなさい、バカですね、ごめんなさい。おみこしか、他の部屋で。ラスト1時間みんなで頑張りましょう。ありがとうございます。ラスト1時間楽しんでいきましょう。みんなで盛り上げますよ。じゃあごめんなさい、みんなで頑張りましょう。じゃあ次は歌いきますね。じゃあちょっとこの曲で、どこかで桜の花びらがはらりと風に舞うように、誰にも羽ばたく時が来て、一人きりで歩き出すんだ。君と会えたことが過ぎた季節の意味、その笑顔が眩しかった。一緒に行けないけど、そんなに泣かないで、僕は忘れない。 Oh, oh, oh. 10年後にまた会おう、この場所で待ってるよ。今よりももっと輝いて、卒業はプロセスさ、再会の誓い、すぐに燃え尽きる恋よりずっと愛しい君でいて。皆さん、夏に会いましょう。なくても過ぎる春を数えながら、寂しくなるけれど、未来を信じれば僕は頑張れる。10年後にまた会おう、この桜咲く頃何があった
ありがとうございます。絶対会おうね。絶対会いましょう。約束。10年後じゃなくて今年中に、今日という日を絶対忘れません。10年後じゃなくて夏に会いましょう。今年の夏ね。10年後もアイドル。そう、10年後もアイドルです。もちろんずっとアイドルやりたいです。早くアイドルになりたいです。永遠のアイドルです。嬉しい。ふみさんごめんなさい、少し離れます。また戻ります。了解です。待ってますね。中年桜でした。なんか今日っていう日にぴったりの曲だったと思います。よし、どうしようかな。今日という日にぴったりの曲だったんではないでしょうか。皆さん歌聞こえてますかね。盛り上げてくださりありがとうございます。みるお肉さんお疲れ様です。あと1時間を切りました。すごく聞こえます。よかった。ちょっとマイクが切れてしまうというアクシデントもあるんですが、最後まで盛り上げていきたいと思います。ちょっと待ってね、セトリー確認します。音声バッチリ、よかった。じゃあこの曲です。仕事終わってやっとこえてありがとう。じゃあ次の曲、皆さんに会いたかった、ずっとずっと会いたかったです。1週間前、9日前再会できてよかった。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。みんなに自転車全力でペダル漕ぎながら坂を登る。風に膨らんでるシャツも今はもどかしい。やっと気づいた本当の気持ち、正直に行くんだ。一つこの道を走れ。好きならば好きだと言おう。ごまかさず素直になろう。好きならば好きだと言おう。胸の内さらけ出そうよ。会いたかった、どんどん溢れ出す汗も拭わずに素顔のまま。木漏れ日のトンネル、夏へ続く近道さ。そんな上手に話せなくてもストレートでいい。自分らしい生き方で走れ。誰よりも大切だから振ら
たかった。ありがとうございます。皆さんと再会できて幸せでしたし、新しく出会えた方、このオーディション期間で見つけてくださった方、ほんまにありがとうございます。盛り上げてくれてありがとう。皆さん、盛り上がり1万、盛り上がり指数が1万を超えました。みんなにまた再会することができて、再会する選択を自分もすることができて、するしてよかったです。勇気を出しておてんちゃんってもう一回言ってよかったです。ほんまにありがとう。皆さん、あ、ありがとう。ペンライト、黄色ペンライトありがとうございます。ハリトキリキリマイさん、ありがとう、ありがとう、めちゃくちゃありがとう。みんなに会えてほんまに幸せでした。幸せです。絶対再会しましょう。ありがとう、盛り上げてくれてありがとうございます。残り45分ぐらいですね。皆さんにこのことが、ヒヨピーさん、そして顔出しにしてほんまに良かったです。ちょっと話しましょうか。ほんまに顔出し配信にして良かったです。運営さんにね、途中で頼むのちょっと怖かったんですけど、正直運営さんにメールして良かったです。花屋さん、タコありがとう。皆さんありがとうございます。キラキラ星も頑張ります。ありときりきりまいさん、ありがとう。絶対10期生になるぞ、なるぞ、もうなります。わあ、めちゃくちゃ盛り上げてくださってありがとうございます。じゃあちょっと喋ってラストスパートいきましょうか。皆さん見に来てくれてありがとう。今日のライブ楽しんでくれてますかね。おてんちゃんはまた皆さんとライブが開けて嬉しい。勇気出してメールしてよかった、本当に。あー、丸虫さん、 I love you くんもありがとう、ありがとう。ほんまに勇気出して、喉は大丈夫です。曲もあと残り少ないです。私が考えたセットリスト、最後ね、最後の曲ではないんですけど、ここに折れて幸せです。ほんまに幸せです。もう最後なの、寂しい。また会おうね、絶対会いましょう。よかったらフォローして待っててください。絶対合格する。絶対合格します。感動ありがとう。こちらこそ、こんな景色を見せてくださって本当にありがとうございます。皆さんと一緒に、あ、ありがとう。今明さん、タコありがとう。お昼八宝菜みたいなやつ、最終枠です。今回が最終枠です。最終枠となっております。会えなくなるのはちょっと寂しいけど、すぐに会えますよ。皆さん、おでんちゃんのこと信じて待っててくださいね。全力でオーディション続き頑張ってきます。絶対に気持ちをぶつけてきます。この9日間は長いようで、めちゃくちゃあっという間に、だるまありがとう、過ぎました。高百合さん待ってるよ、ありがとう。おだまちゃん、優勝ありがとう。盛り上がり1万超えた、ありがとうございます。絶対に次はおてんちゃんの順番が来ると信じてます。自分を信じてオーディションに臨みたいと思います。ほんまに一瞬でした。はじめラジオ配信で見つけてくれた人ありがとう。ラジオ配信で
これだけあのね、好きになってくれた人ありがとう。顔出し配信して見つけ、また見つけてくれた人、新しく見つけてくれた人ありがとう。全部が NMB48 9期生さん、18期生さんのショールームオーディションダイラストチャレンジで、 NMB10 期生ショールームオーディション全部つながってます。10期生ショールーム配信で次は会いましょうね。本当にほんまに絶対に会いたいです。たまちゃんだるまありがとう。たまちゃんだるまありがとう。絶対に会いましょう。だるまありがとう。絶対に会いましょうね。ショールーム10期生候補生としてじゃなくて10期生として会いましょう。残り40分ちょっとですが、20分になったら次の曲を歌いたいと思います。ちょうどいい感じです。セットリストいい感じ。あ、皆さんだるまとか応援、歌の盛り上げ、ほんまにほんまにありがとうございます。最後まで気は抜けないですが楽しんでいきましょうね。じゃあちょっと曲をやります。その時はお名前もようやくわかりますね。そうですよ、てんちゃんの本名も皆さんその時なったら知れるよ。てんちゃんも皆さんにいっぱいいろんな皆さんといっぱいいろんな話したいです。次は今までね、このオーディションでシャミさん本名知ってもおてんちゃんしか、お前おてんちゃんって呼んでくれた嬉しい。このオーディションからとか NMB19 期から AKB18 期から応援してくれた皆さん、このオーディションから応援してくれた皆さんはおてんちゃんのアイドルになる前から応援してるよって言えるぐらいのあの素敵なアイドルになりたいです。自慢できるような、皆さんが自慢できるようなアイドルに絶対になりたいですし、絶対になります。今までそう、おてんちゃん呼びでここにいたか分かるよ。覚えてる、おてんファミリーの絆はずっと永遠です。こんばんは。残り40分となりました。今までオーディションで出会った子たちとか、仲よ、あたまちゃんハートありがとうね。オーディションで出会った子たちとか、仲良くなった子たちがとか、オーディションで知り合った子たちがどん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 合格してるの見て、このね9期生受けてから2年半本当に悔しかったんですけど、でも絶対に次は私の順番が来ると信じて、花屋さん僕もおてんちゃんファミリーもちろんです。絶対に私の順番が来ますように、生誕祭で会おうね絶対。じゃあこの曲いきます。次はおてんちゃんの順番が来ますように。じゃあ天の順番、次は君に来る。どんなに負けてても今度は勝ちに行こう。諦めなければ夢は叶うんだ。ずっと頑張ってきた君の努力報われるように。次はお天の番までありがとう。絶対てんちゃんも自信を持っていきます。
白い雲たちのどれが早いかなんて意味がないと思う。昨日の君が出遅れていても、そのうち風の向きも変わり始める。自分には何が足りないのだろう。一人悩んだ時終わっただけど、立ち止まっていてもしょうがない。じゃんけんみたいに運は巡るもの、今までついてなかった今度は君の番だ。くじけちゃいけない、泣いてちゃいけない、長い冬の後には君の春がすぐそこに来てる。ありがとうございます。絶対次はてんちゃんの順番。ありがとうございます。周りの友は一人また一人、夢に続く階段登っていたよ。たとえビリでも焦ることないか、どこかで風が吹いたら追いつき追い越せる。途中で誰かと比べるよりも未来の自分信じるんだ。君のペースでゴールまで走り抜けろ。夢の方からはそっと向かないよ。勝手にこっちから背を向けてしまうもの、何があったってその手伸ばすんだ。がむしゃらの味方、君にできるすべてのことをやれ。ありがとうございます。絶対に合格してみせます。次のお披露目はてんちゃんの番です。チャンスの順番いつかきっと来る。紫のようでも確かに近づいてる。声がかかるまで、光当たるまで、君は今まで以上にどんな時も輝いていいよ。めちゃくちゃ綺麗な、ありがとうございます。たくさん流れ星音符ありがとうございます。ありがとうございます。タワーありがとうございます。ちょっと見ますね。あ、みおさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。震える。ありがとうございます。ありがとうございます。みほさん、タワーありがとうございます。絶対次はおてんちゃんの10番が来ますように。残り少ない曲となっています。ちょっとお話ししてラストの2曲いきたいと思います。みやみさん、たくありがとう。皆さんほんまに盛り上げてくださってありがとうございます。皆さんのこの応援忘れず、絶対合格します。30分来たらじゃあ次の曲歌います。タワーありがとうございます。コキンさん、ハートありがとう。あ、嬉しい。皆さん時間早いです、ほんまに。あと
30分をもうすぐで切ろうとしてます。まもなく終了って出てますね。おっさんさん、今のおてんちゃんにぴったりの曲だったね。はい、本当に友達とか一緒にオーディション受けてた子がこの1年この2年、隣にいた子が今まで一緒に夢に向かって隣にいた子が受かってるの見たり報告聞いたりしてめちゃくちゃおめでとうっていう気持ちもあったんですけど、正直悔しい気持ちもあって、あと30分だから、でもそのね、受かるその子はね、新潟 NGT48 さんに受かったんですけど、友達でそのおてんちゃんの順番は絶対来るよってその子にも言ってもらったの。その子見てくれてるかわからないんですけど、その言葉でめちゃくちゃ泣いて、なんかチャンスの順番もめちゃくちゃ歌詞が合ってる、今のおてんちゃん私にぴったりやなって思います。じゃあ残りラストスパート、皆さん行きましょう。行けますか？残り30分です。残り30分、絶対お披露目で会えるの待ってる。絶対お披露目で会いましょう。次は私が大大大好きな曲です。じゃあ歌います。ラスト30分、いくぞ。憧れていたステージ大歓声拍手と熱気の中、厳しいレッスン自分の壁乗り越えて迎えた今日、チャンスの幕が開く。一人だけ踊れずに帰り道泣いた日も、歌えずに自信を失った日もある。いつもライバルが輝いて見えた。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない。負けたくないよ、絶対に私たちのショーを作ったから。怪我をして休んだ時、悔しくて泣いた日もある。学校とレッスンの両立に諦めた日もある。だけどアンコールがどこかで聞こえた。夢は涙の先、泣き止んだ微笑みの花、頑張ったつぼみがやがて咲く。夢は涙の先、雨風に負けず信じてる、晴れた空に祈り届くまで。
ろう、死ぬ気で歌おう、初心を忘れず全力投球で、oh、 夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない、夢は汗の中に芽を出してずっと待っている、いつかきっと願い叶うまで、ありがとうございます。ありがとうございます。わー、にしもありがとうございます。絶対に会えるので、絶対にその時に皆さんと次は悔し涙じゃなくて嬉し涙を絶対流したいです。ありがとう皆さん、ミラーボール、虹、音符、ハート、なんか出星、全部ありがとうございます。素敵でした、ほんまに素敵でした、ありがとうございます。じゃあちょっと話をして最後の方にまた最後の曲を歌いたいと思います。守りたいこの笑顔、ありがとう。ラスト25分やばくなるかも、頑張ろうね、頑張ります。ラスト、じゃあちょっと皆さんとお話ねしてしようと思います。あと25分です。絶対に NMB48 さんに入りたいです。お天の初日はすぐそこに。ありがとう。早くアイドルになる夢を叶えて初日を早く迎えたいです。皆さんありがとう、ギフトも。ピカピカありがとう。めちゃくちゃ楽しい、楽しい期間でした。このオーディションを受けてほんまに良かったです。今言ってないかな。ズッキ生で待ってるって言ってくださった方もいて、そのツイート見たり、夢は逃げないんやでってツイートしてくださってる方もいて、おてんちゃん他のこんなんもあるよってハッシュタグで、かわいい、ありがとう。よしきさん、 NMB は万博のアンバサダーやし、おてんちゃんのタイミングは今やったんやで、そうかな、万博のアンバサダー、脈脈脈脈NMB48 さんに入って、私も万博のアンバサダーのなんか若ちゃんが着てるの見たんですけど、衣装着てこうやってやってるの見た。ラスト25分、ラスト25分です。ラスト25分を切りました。わー、ありがとうございます。と若ちゃん着てたの見て、ああ万博のアンバサダーって素晴らしいなと思って、地元の大阪で。和田美優さん、見てる？え、ほんまですか？嘘、憧れの。あ、ハートありがとうございます。ハートありがとう。見てますかね、みょみょさん、誰もありがとう。見てくださってるんですか？え、びっくり、尊敬してます。花傷さん、ハートありがとう。残り25分です。残り25分となりました。40分になったら最後の曲を歌おうと思います。皆さんも必ず守りましょう。ありがとう、ほんまに。シルちゃんさん、決意の強い子に大衆の道進んでほしいな。決意は誰よりも強いです。頑張れ頑張れ。エリザベスさん、ありがとう。誰よりも、コットーさん、絶対に受かる、ありがとう。誰よりもアイドルになりたいってずっと言ってきた日、アイドルになりたいって初めて思った日から今日まで
もう5年かな6年かな6年かな6年だな。何回も落ちて、まあ実力も自信も全然なかったんですけど、帰り道帰り道泣いて、ほんまに、でも、あ、嬉し涙で取っときますね、泣かないで。でも去年の NMB の時も、去年じゃない、2年前か、私は最終にも進むことできなくて、帰り道は3人でいたのに1人だけで帰って、2人は合格してアイドルの夢叶えて、でも諦めなかったから、諦めなかったから今ここにいて、こういう風に皆さんといれるからめちゃくちゃ幸せやし、受けてよかったなって、ほんまに前日なんですよ、おてんちゃんっていうの決めたのは。おてんちゃん10期生で待ってるよって言ってくださったからで、頑張ります。もう嬉し涙しか流したくないです、流しません、だから泣かないです最後まで。よかった、こらえました。ほんまに勇気がいったんですけど、結構このオーディションを受けるのは、というかショールーム審査に勇気がいったんですけど、ありがとう、みんなで嬉し涙、合格してみんなで嬉し涙流したいです。ほんまに受けてやる、こうやらん後悔よりやる後悔やなってほんまに思いました。絶対に私がもしここで逃げてショールーム審査やってなかったら絶対後悔してました。その勇気をくださって皆さんほんまにありがとうございます。じゃあ45分になったら最後の曲歌いたいと思います。ありがとう皆さん、ギフトありがとう。そう、ほんまに出会えてよかったです。残り20分となりました、ほんまに幸せです。あー、みーたんさんありがとう、くまちゃん I love you、 くまちゃん皆さん、うわー、ラストスパート45分からかけて10分間皆さんと最後お話ししたいと思います。みーたんさんありがとう、絶対に劇場公演で次こそは合格して絶対に会いましょう。いろんなことあったけど、みーたんさんありがとう、みんなありがとう、ありがとう皆さん、今までいろんなことあったんですけど、それでも落ちても、何回落ちても諦めそうになっても、諦めなかったら皆さん応援してくださり、ほんまにありがとうございます。ありがとう。あったかいおてんちゃんとね、ほんまにこんなにあったかいルームは他のルームそこまで見てないからわからないけど他にないと思ってます。ここからスタートライン、こういう2日間でした、最後まで楽しみます、ありがとう、見つけてくれてありがとう、本当におてんちゃんを見つけてくれてありがとう。あのショールーム審査から応援しててんで、おてんちゃんのことってファイトありがとう、おてんちゃんのことを自慢できるような
アイドルに絶対なるので、皆さん信じて合格してるって信じて待ってください。待っててください。寂しいです。ピヨコさん絶対街道行くね。ありがとう。あ、神戸のまさひろさん、ありがとうございます。めっちゃ綺麗、ありがとうございます。みこし、ありがとうございます。ありがとうございます。やばい。ありがとうございます、ほんまに。45分になったら最後の曲いこうと思います。まさひろちゃん、ずっと NMB の時から応援してくれてて、夢は逃げないんやでって、夢は逃げないんやでってツイートで実期生もう一回受けました。楽しんでいこう。ほんまにありがとう皆さん。ハッシュタグおてんちゃんのツイートいつも見てるので、絶対に。よし、じゃあ45分になったら一応最後の曲を歌います。最後、じゃあ最後、おてんちゃんライブ、夢は逃げないんやで、そうおさひろちゃんが言ってくれた言葉です。最後、じゃあ最後の歌、ショールーム審査、最後楽しんでいこう。 YKO さん、ハートありがとう。最後楽しんでいこう。よし、おてのテーマソング、え、一曲は全然リクエストあったらください。でも一応ね、アンコールも皆さんが言ってくれたりするんですけど、あと15分しかないので一応ラストの曲です。最後めちゃくちゃもう楽しんでいきます。3曲いける、ほんま？じゃあいきますね。みんなに出会えてよかったです。ありがとうございます。だけで動かない、なぜだかドキドキしてきて、僕は一番目に走る、傷つくこと恐れはしない、何があっても昼間切りたいと思います。歌い切ります。まだ見てない世界を偉そうに語ってるより泥を跳ねろ、孤独な夜も星を味方に
自分の足跡を残すんだ。どんなに不安になっても僕は誰よりも走る。傷つくたび大人になるよ。涙流して胸痛めて、それでも夢を諦めない、最初のウサギになろう。誰も赤い血を流して生きてることを実感する。無駄にするな。傷つくこと恐れはしない。何があっても自分の夢を探しに行く。たとえが何く手を阻もうとした。傷つくたび大人になるよ。涙流して胸痛めて、それでも夢を諦めない、最初のウサギになろう。ありがとうございます。絶対次は嬉し涙流したいです。おてんファミリーありがとうございます。ありがとう皆さん、ありがとうふみさん、くまちゃん、ありがとう皆さん、ほんまにありがとう、ありがとうございます。残り10分、アンコールですか。残り10分となりました。何かじゃあもう一回聞きたい曲あったら。ありがとうございます。でも皆さんとお話もしたいです。10分です、残り10分です、アンコール。何が聞きたいかな。じゃあ何が聞きたいですか。アンコール初日絶対に劇場で会うんや。おてんちゃんにもおてんちゃんファミリーも絶対会いましょう。夢は逃げない、ないんですよ。あの初日歌います。あ、いやどうですか会話。でもあと10分で終わっちゃうので話してもいいかなって思ってるんですけど。フォローありがとう。じゃあ初日歌って話しますか。いいですか。オーディションでやっと思うオーディションでも歌うので皆さんの気持ち背負って歌えます。最後は笑顔で。私は立てる憧れていたステージ大歓声、拍手と熱気の中、厳しいレッスン自分の壁乗り越えて迎えた今日、チャンスの間違いなく一人だけ
戻れずに帰り道泣いた日もある思うように歌えずに自信を失った日もあるいつもライバルが輝いて見えた夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花その努力決して裏切らない負けたくないよ絶対に私たちのショーを作りたかった怪我をして休んだ時悔しくて泣いた日もある学校とレッスンの両立に諦めた日もあるだけどアンコールがどこかで聞こえた夢は涙の先泣き止んだ微笑みの花頑張ったつぼみがやがて咲く夢は涙の先雨風に負けず信じてる晴れた空に祈り届くまで死ぬ気で踊ろう歌おう初心を忘れず全力投球で、oh! 夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花その努力決して裏切らない夢は汗の中に芽を出してずっといつかきっと願い叶うまで ありがとうございます。素敵でありがとうございます。あと皆さんと話せるのもありがたい。あと皆さんと話せるのも残り6分になりました。アンコールありがとうございます。虹ありがとう。でも絶対最後まで楽しく終わりたいと思います。ありがとう。ラスト5分。ありがとう。絶対に今までお披露目の場にはねいなかったけど絶対に次のお披露目で会いましょう歌い切ったよ泣いてばっかりやったからねこのオーディション期間正直泣いてばっかりだったのでよしボライさんありがとう皆さんありがとうもう最後はね59分までですありがとう正直もしっかりなるどんどん良くなってると思います自信持てなありがとう赤たんゆかたんにあやかりたいそうですね赤たんゆかたんに会いたいですゆますけさんおてんちゃん最高に可愛いありがとう最後初日歌い切りました頑張ったね優しい約束皆さんあと4分ですたくさん頑張った皆さんのおかげで頑張れました多分これ59分になったら59分になったら切れちゃい切れると思いますお腹からあ歌えるようになってる絶対なれる嬉しいとうとうありがとうちょっと大阪行きの新幹線ありがとう吉田さんちの風さん10期生で
待ってるって言ってくれてありがとうございます。ウィビエントさん、もう残り3分です。お話ししましょう。ほんまに最後参加してよかったです。59分59秒までです。絶対やお店長に出会えて本当によかったよ。私も私の夢を応援してくださりありがとうございます。うん、泣かないよ。ジュキ挑戦してくれてありがとう。ジュキ挑戦させてくれてありがとう。また応援してくれてありがとう。自信持って最後まで挑みたいと思います。まだオーディション終わりじゃないけど、うん、最後まで寂しいです。これからめっちゃ楽しかった。ほんまに59分59秒になったら切れちゃいます。次は劇場で、ここから勝負やで。ほんまにに最終セレクション頑張ります。大好きです、皆さんのことが。大好きです。頑張るで、最終セレクション頑張ります。必ず会いましょう。ほんまにありがとう。残り1分です。応援してます。皆さんついてますからね。ありがとうございます。今1位です。ずっと大好き。お店長待ってるよ。待っててね。絶対やお。ヘルランさん優勝ありがとう。またひろさんワーフェーめちゃくちゃありがとう。ありがとうございます。絶対に。あともう1分切っちゃった。まさひろちゃんありがとう。絶対に絶対に次はお披露目にいないなんてことはないので、皆さんが最終セレクションに連れて行ってくれました。ありがとうございます。ユーティーシャトさんもありがとう。最終セレクションに行けそうです。最終セレクション誰よりも頑張ります。誰よりも思いぶつけてきます。ありがとう。お天ちゃんの夢がみんなの夢のよ。皆さんありがとうございます。ほんまに幸せな幸せな幸せな一週幸せな10日間でした。ありがとうございます。また絶対会いましょう。